です。大丈夫ですか？オッケーです。じゃあ行きます。先行アリク、後攻スーパームーン、DJ ハブリー、Bring the beat。キノコキノコキノコ、俺は野菜野菜野菜、お前名前変えすぎてダサい、何言いたいのかわからない、でも何言っていないからそれは当たり前、お前のラップはただ見かけ、それはただの飾りじゃねえ、結局言いてえことがまとまってんのはこっちの方、お前コケ男とから現場で言ってんじゃねえよ、お前キノコなんだろ、このまま現場と一緒の名前でやってほしいけども、結局こいつはダサい野菜野菜、yeah。クソネタと一緒その草、誰でも作れるやつ、誰も飛べないバスで自意識過剰なこと吐く、ダサすぎるスキル、お前の方がダサいダサい、野菜キノコ関係なく俺はスーパームーン、 Feel so good で自分のバスに息を吹き込む、お前と違うやり方でまた飛ぶ、ドットコムで検索しても出る俺のブース、チェック、こいつが引っ込むとか言ってるけども、ポケモンと同じでよくやったって褒められて終わりな MC だぜ、結局何言ってんのかわからねえよ、こいつがなんか同じネタをネタ迎えて言うくらい、こいつはネタ臭い、ラップただしてるだけだと思うけども、それで勝てるはずがない、こいつは俺のラップ本気出したらマジで叶うはずがないよ、そういう感じだぜ、今日は爆発してる力でこいつを拡散版のようにバンバン爆発させていく、ミュージックに対してのフォーカスが違いすぎる、俺は音楽に対して本気のラフを見せる、適当なスタンス一番適当に合う、テイクオンホットもクールもなく常温で客が首をグラスファース、ラスコの中の化学反応式、誰が理解できないが首は触れる、ヤバすぎるとわかるはず、そのバス気づくのが遅すぎる、そのスキルじゃ追いつけず、ただただそこら辺で無駄にチルチルナウ、はい終了。それでは、判定いきたいと思います。先行はいアリク、後攻いえスーパームーン、先行はいアリク、後攻いえスーパームーン、それでは皆さん判定お願いします。さあこれ熱いな熱い、面白かった、面白い、あのスーパームーンさんの俺は昔からの声が好きで、ラップやってる時のスーパームーンさん、あ違う違う間違えた、あのスーパームーンさんね、僕のほうわかの方の声、僕の声そんなに好きですか、マジですか、ちょっと嬉しいですねそれ、おお、はい、これ大したよ、お疲れ様でした、はい、それでは、そう負けろこいつ、スーパームーンさんの勝利です、負けろ、はい、アリクありがとう、おお、はい、さあ